狩猟伝説呪われた町原作小説と映画を比べてみたということで、今回取り上げるのは狩猟伝説呪われた町です。2024年10月3日から U-NEXT で配信が始まった狩猟伝説呪われた町。この映画の原作はホラー作家スティーブン・キングが書いた呪われた町で、これまで2度テレビシリーズとして放送されたことがある人気小説です。残念ながらこの狩猟伝説呪われた町は劇場公開ではなく MAX オリジナルの配信作品ですが、監督はアナベルシリーズの脚本家としても有名なゲイリー・ドーベルマンが務め、監督の好きな世界観が詰まった作品であると同時に、スティーブン・キングの原作の世界観を大切にしている作品でもあります。なので今回は映画狩猟伝説呪われた町とその原作小説呪われた町を比べてみたいと思います。まずスティーブン・キングが書いた小説呪われた町は1975年に出版された小説で、キングが書く吸血鬼小説になります。セイラムズロッドという町である日幼い男の子が行方不明になり、そこから少しずつ町の様子が変わっていき、だんだん町から人が消えていくという事件が起こります。この一連の出来事が吸血鬼によるものだと分かるのは物語が進んでからなので、事件の全体が見えた時には吸血鬼作品だったんだと驚かされた小説です。作者のスティーブン・キングはこの呪われた町を書く時、文学的オマージュを仕立ててみたいと思ったそうで、ブラム・ストーカーの吸血鬼ドラキュラに似せて書いています。ネタバレにならないようにあえて人物名は伏せますが、杭を打ち込まれるシーンや吸血鬼の血を飲まされるシーン、また教会に入ろうとして火傷するシーンなどがブラム・ストーカーの吸血鬼ドラキュラに寄せているとキングは言っていますし、小説の中にヴァン・ヘルシング教授という言葉も出てきていて、呪われた街と吸血鬼ドラキュラの共通点を感じることができると思います。さらに小説呪われた街にはキングが子どもの頃に好きだった怪奇漫画などを掲載していた EC コミックの伝統もプラスされていて、映画にはないシーンなんですが、スクールバスの運転手が吸血鬼になった子どもたちに襲われるシーンが EC コミックの伝統を受け継いでいる描写だそうです。でそのキングの書いた小説呪われた街が日本だと U-NEXT で10月3日から配信が始まりました。これまで2回映像化されていて、1回目は悪魔の生贄で有名なトビー・フーパーが監督を務めた作品ですが、映画ではなくテレビのミニシリーズとして全2話で放送されていて、2回目の映像も同じく全2話で放送されているので、映画としてはこの狩猟伝説呪われた町が初めてになります。ただこの作品2022年にはすでに撮影が終了し、2023年には公開される予定だったんですが、なかなか公開日が決定せずキャンセルされるんじゃないかと言われていた作品でもありました。そんな時原作者のスティーブン・キングが X で、現在上映中止となっているリメイク版のセイラムズ・ロッドは迫力があり引き込まれる、映画が本題に入る前に一息つく時間が与えられていた古き良きハリウッドの雰囲気が漂っていると呟きます。さらに2024年2月にはなぜ公開されないのか分かりませんとも呟いていました。でこの狩猟伝説呪われた町の監督を務めたのはゲイリー・ドーベルマン監督で、先ほど彼はアナベルシリーズの脚本家と言いましたが、キングの小説イットを映画化したイットそれが見えたら終わりとイットジ・エンドの脚本も担当しています。ゲイリー・ドーベルマン監督はスティーブン・キングの大ファンで、イットはもちろんスタンド・バイ・ミーやミザリー、シャイニングなどが好きだそうです。でその影響かどうかは分かりませんが、この狩猟伝説呪われた町でパーキンズ・ギレスビーという保安官を演じたウィリアム・サドラーは、キングの小説を映画にしたショーシャンクの空に、グリーンマイル、ミストの3作に出演している俳優で、彼をキャスティングしたあたりからも監督のキング好きを感じることができます。でそのゲイリー・ドーベルマン監督はキングの呪われた町を映画にするにあたって、舞台を小説と同じ1975年にしています。これは監督がこだわった点で、なるべく原作通りに描きたかったというのと、1970年代の雰囲気が好きでホラー映画に合っているという監督の思いからでした。監督の1970年代好きは映画のいろんなところに散りばめられていて、
町のドライブインシアターで上映されていたのは、どちらも1975年の映画新動く標的とナイトムーブス。マークの部屋に貼られていたのは1970年の地底の原始人キングゴリラと1974年のシュガーヒルのポスターで、特にポスターに関しては監督の趣味がわかるものになっています。また呪われた街の最初の映像作品、1979年の狩猟伝説へのオマージュも捧げていて、監督はダニーがマークの部屋の窓の外にやってくるシーンは狩猟伝説の大きな影響を受けたと言っていました。あと1979年版でストレイカーを演じたジェームズ・メイソンの演技が素晴らしく、とても好きだったそうで、この2024年版のストレイカーはそんな1979年版のストレイカーを元にしています。さらに物語ではありませんが、2024年版のビジュアルポスターと1979年版のポスターを比べると、明らかに2つのビジュアルは似ていて、かなり1979年のトビー・フーパー監督の作品の影響を受けていることがわかると思います。でその他、監督が影響を受けた吸血鬼作品といえば、これは1970年代の作品ではありませんが、1987年の映画ロストボーイで、監督は劇中のいろんなところにロストボーイの影響があると言っています。また吸血鬼作品で言えば、劇中キャラハン神父が読んでいたのは、キングが小説呪われた街でオマージュを捧げたブラム・ストーカーの吸血鬼ドラキュラでした。なので監督の好きな映画や吸血鬼作品を劇中に散りばめているのが映画狩猟伝説呪われた街なんですが、その物語自体はなるべく原作に沿ったものになっています。物語について原作者のキングは、映画大脱走のようなスローペースな映画のホラー版という感じ、とてもうまく盛り上がっています。原作から逸脱している部分もあり、そこは賛成できませんが、全体的には原作に忠実ですと X でつぶやいていました。でそのキングが賛成できない原作から逸脱した箇所というのは、物語のオープニングとエンディングだと思います。小説では主人公のベンは子供の頃マース転換で幽霊を見て、それが彼が再びこの町に戻ってきた理由であり、またその経験こそが彼が吸血鬼を信じる理由になっていて、その彼の子供の頃の経験が小説の前半に書かれているんですが、映画ではその部分は削除されていました。ただしゲイリー・ドーベルマン監督は実際はこの部分を映画のオープニングとして撮影しています。ただ当初作品が3時間を超えていたのと、この物語は幽霊の話ではなく吸血鬼の話なので、泣く泣くその冒頭部分を削除することになりました。これによって小説と映画ではベンの背景にあるものが変わってしまい、小説では彼はもっと大きなものを抱えています。それは他の登場人物も同じで、映画は微妙に各登場人物の設定が違っていて、それぞれいろんな物語があるんですが、それをすべて描くと映画としてストーリーがまとまらなくなるので、映画の登場人物は物語がスムーズに進む設定に変えられていたような気がしました。でもう一つ大きく小説と映画で違うのが、映画のクライマックスで主人公たちが吸血鬼と戦う場面です。映画では主人公たちはドライブインシアターで吸血鬼と戦うんですが、これは映画オリジナルの展開です。これに関して監督は、主人公たちが吸血鬼の集団と対峙できるような場所が必要で、当時は週末に人々が集まる場所としてドライブインシアターは新鮮だったこと、さらに小説には映画館についての言及もあったので、最後の場所にドライブインシアターを選んだと言っています。この最後の戦いが小説と映画で一番違う点で、さらに言えば主人公が最後の最後、街全体に行うことも違っています。小説では主人公はきっちりこの街にケリをつけるんですが、映画ではその部分は描かれていませんでした。なのでそこがきっとキングが賛成できない原作から逸脱した場面だったんじゃないかなと思います。ちなみにそのキングが映画の中のベストシーンとして挙げているのは、ダニー・グリックが病院で血の入った点滴バッグに手を伸ばしているシーンで、これは小説にはない映画オリジナルの描写になっています。
なので原作者のスティーブン・キングが小説と違うところもあるけど、その違う箇所も含めて引き込まれる作品と言っているのが映画「死霊伝説呪われた街」で、監督が描きたかった1970年代の雰囲気がたっぷりと描かれています。映画オリジナルのラストのドライブインシアターの場面では、今までの吸血鬼映画では見たことがない新たな展開を見ることができますので、ホラー映画や吸血鬼好きの方にはおすすめの一本になっています。一方、原作小説の方はホラー作家スティーブン・キングの世界観満載の作品で、特に登場人物一人一人のバックボーンを知った上で物語を楽しむことができるので、映画とはまた一味違った人間ドラマを見ることができるんじゃないかなと思います。なのでぜひ映画と小説の両方でセイラムズロッドの吸血鬼を味わってみてください。ということで、今回は死霊伝説呪われた街についてのお話でした。